で、なんとかまあ高校の時に140キロ一応クリア。あ、高校で140キロクリアしたんですね。なりました。すごい。ベストでも最初は本当ベンチプレスですね。はい、皆さんこんにちは。サラリーマッチョ西井です。今回は山本先生とコラボさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。今回のテーマなんですけれども、普段この筋トレの有益な情報をお伝えいただいておりまして、その中でもですね、その結果を出していくには実践してやり抜く力と言いますか、モチベーションを高く続けていく必要があると思うんですね。ということで今回のテーマなんですけれども、筋トレのモチベーションを高く保ち続ける方法というテーマでお話ができればと思っております。順にまず先生の競技時代、ベンチプレッサーのところからボディビルとか、いろんなことをされていく中で そのトレーニングのモチベーションっていう部分では、どういったところを意識されていたりとか、その時のモチベーション源みたいなのはどういったものだったでしょう。もともとですね、高校の時にラグビーをやっていて、はい、でそこでウェイトトレーニングを始めたんですけれども、最初はやっぱりベンチプレスを強くしたかった、でまあ、やっぱりいろいろライバルというか同級生たちがやっている中で一番強くなりたいというのがまずありまして、競争みたいな感じですかね。そうですね。でまあ結構ですね、一番最初からかなり強い方だったんですけれども、真面目にやったらもうすぐ同級生の中ではもう一番になってしまったので、その後の目標というのはやっぱりベンチプレスの100キロですね。で100キロは比較的簡単にクリアできたんですけれども、その時にちょうど月刊ボディビルディング雑誌を書店で見まして、まあ、この人はこれぐらいベンチプレス上がるみたいな、そういうベンチプレスの競技大会の結果とか出てたんですね。で高校生の記録みたいなのがあって、自分の体重だと140キロ上げれば高校日本一になれるみたいな感じだったんです。なるほど。ですので、まあ、140キロを目指そう。なるほど。というような感じで、それでなんとかまあ高校の時に140キロ一応クリア。あ、高校で140キロクリアしたんですね。なりました。すごい。ですので、もう最初は本当ベンチプレスですね。筋肉を増やすというよりは力を増やしたかった。なるほど。で筋肉量なんかに比べますと、ベンチプレスってもう数字ではっきり分かるんですよね。伸びてるかどうかっていうのもすぐ分かりますし、もし伸びてなければやり方間違ってる、伸びてればうまくやっている。で実際に伸びましたので、あ、自分のやり方はこれで正しいんだ、ということが分かっていて、その正しいやり方でどん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 ベンチプレスが伸びていった、これがもうとにかく面白かったですね。ですので、まず数字ではっきりと自分の伸びを自覚する、例えばノートとかに書いて、前上がらなかった重量が上がるようになっていたら、もうそれで自分は伸びてるっていう実感ができて、それがモチベーションに最初のうちはつながってきたんじゃないかなと思います。その自己成長が分かるというか。そうですね、毎回毎回分かる。なるほど。プラスなんか私がお聞きした中だと、この競争というか、そこも最初は同級生の方ですし、その後もこの日本一っていう、 ライバルと中で一番になるみたいな、そこはすごく私自身も競争っていうのはすごいモチベーションとして燃える一部だったりするので、すごく分かるなって思いました。最初はもう自分のまあ周りで一番になれればいいと思っても、そこで一番になると今度はもっと大きい集団の中で勝ちたい勝ちたいと、どん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 レベルアップしていくんですね、自分の要求が。なんでもう自己成長と競争の2つが今この時のモチベーションですね。でここから先はどういったふうになりますでしょうか。そうですね、まずあの高校を卒業して1回1年間浪人したんですけれども、浪人時代が東京に来たんですね、で東京に来て東京のジムに入った、でそうするとまあジムですから、もう社会人のすごい強い人たち、まあ、私静岡から東京来たんですけど、静岡では強くても、もう東京に来ると そうでもないという感じで、ただですね、そのジムが結構若い人が多くて、私が140キロ上げるともうすごいみんな驚かれたんですね。ですよねですよね。それでまあちょっといい気になったというか、自信がついた、ということがあって、まあ、本気でやったらもっといけるんじゃないかというようなのがありましたので、まず自信がついたということ、まあ、だん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 伸びていって、正しいやり方でやって、自分のやり方は間違ってない、で実際に強いということが大きい集団の中で証明されて、自信がついたという、まあ、いい循環がどんどんつながってきました。でその後ですね、そのベンチプレスをまず伸ばしたかったということはあるんですけれども、そのジムがボディビルジムだったので、ボディビルのコンテストに出てる人も多くて、山本君も出てみないか、みたいなことを言われて、でボディビルのコンテスト、東京ジュニアの大会に出て、その時にまあなんとか3位になれたんですね、でジュニアで20歳まで、でその時19歳で3位でしたので、まあ、20歳で出れば、まあ、今度は優勝できるんじゃないか、みたいな感じで、かなりいい感じにボディビルの方でも自信がついてきた。で、まあ、ベンチプレス以外のトレーニングもやるようになって、まあ、他の種目もどんどん伸びるようになった、
ですね。ですので、まあ、最初はベンチプレスから入ってだんだん種目が広がって、うん、他のものを伸ばすことができるようになった。ただベンチプレスだけやってた時に比べるともうトレーニング方法がだいぶ変わってきますので、うん、まあ、ベンチプレスの伸びは落ちる、うん、ただ他のところも伸びてきて面白いということで、まあ、ターゲットがちょっと変わってトレーニング方法も変わってバリエーションが出てきた。なるほど。それでそれぞれのバリエーションで面白さが実感できるようになったという感じですね。今までとベンチプレスってこう重量で結構分かりやすい指標だったじゃないですか、はい、で今度ボディービルをやられるって時の先生のその時の自分の中の指標といいますか、ボディービルで勝つための自己成長ってどこの部分に注目されてました？そうです、まずトレーニング方法がガラッと変わったというか、ベンチプレスだととにかく重いのを上げればいい、うん、フォームは関係ない、うん、でもボディビルの場合は逆にきついフォームをやって体に負荷をかけていくということで、うん、トレーニング方法が全然変わってきたっていうのがあって、それがまた面白かった、うん、ということがありますね。自分の体がこう変わっていくとかっていうところよりもどちらかというとやっぱトレーニングのところが、そうですね、成長というふうにいくと、はい、まずはその時はトレーニングそのものの面白さといいますか、筋肉が大きくなることよりもトレーニングそのものが楽しいという感じがあったんですね。でいろんな種目をやって体にいろんな反応が出てくる、ちょっとフォームを変えるだけでこういった違いが出てくる、例えばスーパーセットやったら全然違う刺激が来たとかですね、ドロップセットやったりとか、いろいろなトレーニング方法を試す、いろんなエクササイズを試すということ自体がもう面白かった。なるほど。まあ、伸びる伸びないは別にしてですね、伸びなかったとしてもそれまでやってなかったトレーニングを試すっていうこと自体がすごく面白かったですね。確かにトレーニング の, この試行錯誤で自分でこう仮説を立ててこうやってみて、はい、実際に結果が出ると面白いっていうことですよね。もし伸びなかったとしてもそれはそれで面白かったです。なるほど。一つ気になった部分としてボディビルってトレーニングの面白さと減量って辛いケースってあるじゃないですか、はい、減量でこの食事制限っていうのを、まあ、コンテストに出られた時には、はい、することになると思うんですけども、はい、その時のそのモチベーションというか、はい、いかにしてこの気持ちを作っていらっしゃいました？まず減量で自分の体が変わるっていうことも、どんどん体が絞れていって洋服とかはすごいダボダボになってきて小さくなったなとは思うんですけれども、うんうんうん、実際に例えば誰かに見られたらすごいいい体になった、うん、ということも言われまして、それで体が変わってきていい体になってくるというのも楽しかったんですけれども、うん、一番楽しみだったのがカーボローディングなんですね。なるほど。当時はまだカーボローディングって全然そんなポピュラーでもなくて、はい、ただやってみるとどうなるのかというのがすごい楽しみだったんですね。ですので、まあ、コンテストそのものの順位よりもカーボローディングをやって自分の体がどう反応するのかっていうのがすごいもう初めての減量での楽しみだったのを覚えてます。表現が正しいかは分からないんですけど、なんかこう科学者というか実験して自分の体でいろいろ実験するっていうのがすごい面白かったです。なるほど。というで、ここまでの先生のモチベーションといいますか、取り組みの心のエネルギーっていうのはどういうふうになってるかというと、自己成長だったり、まあ、競争っていうところが始まって、そこがうまくいってこう自信になって、はい、でそれをもとにいろいろ実験して、はい、その実験がうまくいくかどうかをこう試すのが楽しいって感じですよね、はい、そうですね。今度ちょっと話をちょっとまた進めて、すごくお忙しくされてると思うんですけども、その中で体を作られていて、はい、オリンピアのなんか映像とかも拝見したんですけど、はい、まあ凄まじい体になっていて、そのトレーニングを、まあ、あんまり避ける時間がそこまで十分あるわけではないと想像するんですけれども、そこでのそのお仕事との両立といいますか、今体を作られるモチベーションというのはどういうところにあるんでしょうか？いろんなやり方のトレーニングを試す、いろんなエクササイズを試すということ自体が面白いっていうのはもう未だにずっと未だにあるんですね。ですね。まあ、未だに新しい発見があって新しいトレーニング方法を考えたりとかっていうのは、それが本当に面白いということがありまして、また自分の体でも実験する、いろいろ指導してますからクライアントの体でも実験させてもらうと、うんうん、それがですね、まあ、自分自身の体を発展させるというよりはトレーニング内容を発展させる、うん、ということにつながってきてますので、うん、その面白さが忙しい中でもトレーニングをやるというモチベーションになってくるんじゃないかなと思います、まあ、できるだけ短い時間でいかに集約して効果を上げていくか、うんですね。まあ、いっぱいトレーニング時間があって好きな時間にトレーニングできてっていうような中ではなくて、制約のある中でいかに効果を出していくかというのがまた面白くなってます。なるほど、ありがとうございます。ここもなんかこう一貫してこう探求心というか、はい、そういった部分がモチベーションになれるんだと思いました、
何かこう、まあ、私もすごく共感できる部分があって、まあ、その会社員をしながら仕事の中でいかにこう工夫してボディメイクを続けていくかとか、まあ、そこを言い訳にせずにやっていくかっていうところに一つ逆にそれがモチベーションになるというか、私の視聴者の方は結構会社員やられたりとか、はい、仕事されている中でフィットネスとちょっと違う仕事されてて、まあ、趣味だったりそういった形でボディメイクをされてる方が多くて、仕事が忙しい時とかに、あ、今日はもういいや、ジムに行かなくていいやと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういった方にこうモチベーションを高く続けていくためのコツといいますか、メッセージをいただけますでしょうか。はい、まずトレーニングは趣味だっていうことをですね、ちゃんと踏まえておくということですね。 あくまでも趣味ですので、それがメインになるのではない、うん、ですので、例えば結果が出なかった、思い通りのトレーニングができなかったとしても、それはそれでまあ楽しい。例えばまあ釣りに行って全然釣れなかった日がある、はい、そういう日があったとしても釣りに行ったという行為自体が楽しい、確かに、というわけですよね。確かに。ですので、まあうまくいかなかった、トレーニングできない日があった、はい、ということがあったとしても、それでプレッシャーをとか嫌な思いをするのではなくて、トレーニングを全体的に、まあ例えば1年か2年かずっと続けていて、長い趣味ライフスタイルとしてトレーニングを趣味としていること自体を楽しむということが大事ではないかなと思います。名言ですね、トレーニングは趣味だ、先生が言われるとなんかグサッと刺さるんですけれども、私なんかは仕事になってしまってますけれども、はいはい、ほとんどの方は趣味としてやってるわけですので、趣味がうまくいかないかなといって、それを人生に悪影響を与えるようなものであってはいけないんですね。確かに、まあ、好きでやってるということをこう、そうですね、意識すると、はい、どうしても私もそのボディメイク、特にコンテストとかまで出ようとすると、どちらかっていうと、なんかこう、義務感みたいなものが出てきたりするんですけども、あくまでトレーニングは、まあ、権利として自分で、はい、まあ、趣味として選んでやってるというところで、こう楽しんでやっていただくと、ボディメイクも続けられるということで、皆さんぜひ参考にしていただければと思います。はい、というわけで、今回ですね、先生に筋トレのモチベーションを高く保つ秘訣についてお伺いをしてまいりました。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。先生のチャンネルでも私とコラボさせていただいておりますので、またトレーニングご指導お願いいたします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界は超えられる。ノーリミッツ。You're gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.